君が今日付で着任した新人だな。ここは何もない僻地だ。まあ、リラックスしてくれ。俺からは以上だ。あとは彼女に任せてやれ。マリア。何が彼女に任せてあるですか。せめて自分で名乗ってください、護道隊長。見たか、名乗る必要なかっただろ。もういいです、あとは私がやりますから。念願の再会だ。邪魔者は消えるさ。もうめんどくさがってちゃんとやらないんだから。改めてフェンリルヒマラヤ支部へようこそ。歓迎するわ。3年ぶりになるね。あなたも無事ゴッドイーターになれてよかった。私のただ一人生き残ってくれた弟。早速だけど、事情説明とあなたの能力査定を兼ねて私の任務に同行してもらってもいい？ここの周辺一帯の状況は説明するよりも実際に見てもらった方が理解が早いわ。護道隊長が言っていた通り、ここは僻地で危険レベルが低いのだけど、その分人員も最小限しか配備されて、単独行動も多くなるから生きていくには個の力が問われる。ねえ、あなたの正面の壁なんだけど、上を見て確認してくれる？フェンリルのエンブレム？どういうことなのかしら。詳しく調べる必要がありそうね。近くに通路が見えるでしょ？そこを進んでみましょう。レーダーに荒髪の反応があるわね。陣地の準備はいい？ドレッドパイク、小型種の荒髪ね。陣地で攻撃して。そこに段差があるわね。ジャンプをして飛び越えてみせて。うん、いい身のこなしよ。またドレッドパイクね。今度はヘビーアタックで倒して。はっ、今のがヘビーアタックよ。覚えた？また段差ね。ジャンプで登って。こんなところにオーガテイル。さっきのより強いけど倒して。無事ね。せっかくだから倒した荒髪を捕食しましょう。ヘビーアタックを押し続けると陣地の形状が変わって
捕食できるわ。合流できるわ。間違って逆方向に進まないようにね。はっ、せい。問題なかったわね。もう少し調査をしてみましょう。ん？ねえ、何か聞こえなかった？あらがみ！攻撃可能。